皆さんこんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今日もですね、製品紹介をしていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。今日はですね、初の試みですね、機械を3台いっぺんに紹介したいと思います。よく使われるであろう型箱屋さん、鉄器屋さんですね、充電式のカットベンダー、バイブレーター、コードレス仕上げ釘打ち機ですね、これすべてハイコークさんの商品で 36V こちらの方で使えます。とにかくコードレスなんで電源を引かなくていい、現場ではすごく重宝される商品じゃないかなと思いますので、ご紹介していきたいと思います。そして本日はですね、ハイコークさんの方からご指導を受けながらですね、商品紹介していきたいと思いますので、やってみます。鉄筋カットベンダーですね、 VB3616DA ですね、長さが 510mm、高さが 255mm、バッテリー装着時の重量が 18.6kg という風になっております。鉄筋のですね、切断加工、曲げ加工ですけども、全く電源がない現場、作業場に関してはですね、この手動の押し切りを使うしかないと思います。今までの作業ですね、今これ鉄筋 13mm ですけども、こんな感じでこんな感じで、作業をしてるんじゃないかなと思います。そして最近はですね、耐震の関係もありまして、 16mm の鉄筋を多く使うこともあると聞いてます。 16mm の鉄筋、もうこれほぼカットすることって難しいですよね。その時にやはりこの従来ありましたけども 100V を使うカットベンダーですけども、電源がない時でもやはりこれ、電源があっても持ち運べないと、現場でカットする時にはわざわざコードを引っ張るか、カットベンダーまで鉄筋を寄せて切っていかなきゃいけないと。それをですね、充電式の工具でありますと現場にも携帯できますし、その作業しているとこまでも持ち運べると。 10mm、13mm、最近需要の多くなってきている16mm の鉄筋まで対応ができるということです。ちょっと実際ですね、これから使ってみたいと思います。鉄筋の 13mm、そして 16mm を用意しましたんで、それぞれカット、それから曲げ加工をしてみたいと思います。廃工機の方が今日は来てますんでね、説明を交えながらやってもらいたいと思います。それではまず 13mm のカット、カットの時はですね、このダイヤルを切断っていう機械をですね、はい、横に向けます、はい、ここで鉄筋を切るんですけども、その時にこのカバーを開けていただきます、はい、切りますね、はい、スイッチを入れます、はい、電動のモーターで切ってるんですかね。そうです、はい、電動のモーターで切ってるんで、多分もう負荷とかなんとかあんまりそんな関係なく切れますね。今度は 16mm の方カットします、はい、先ほど僕手動で 13mm の鉄筋切ったんですけども、10本20本30本と切ることになるとですね、もう大変な作業です。携帯もできて、それからカットもこんなにスムーズにできると、本当現場では重宝するんじゃないかなと思います。ダイヤルがですね、180度に曲げたいときはこのボードで大丈夫です。90度に曲げたいときはこの三角の印に90を合わせて調整いただきます。マークのある白、緑、グレーは鉄筋のサイズによって曲がる角度が変わります。その印になります。ここに明記がありますね。その時ですね、先ほどのカットする刃物ですね、今出てる状態なので、鉄筋を曲げる時に差し込むとカバーを閉じる形で安全設計になっております。90度曲がりました。じゃあこう連続で次ちょっとコの字に曲げてみますね、はい、この機械のいいところは途中で止めれるので、もうちょっと角度をつけたいと、送り量を多くしておいて調整してみますね、はい、こうゆっくりもできますので、はい、じわっと、あ、微調整ができる、微調整ができる、なるほど、追い込むことができる。油圧の時はですね、はい、1回レバー、トリガー引いた段階で、はい、最後まで曲げてしまいますよね。途中で戻すことができないんで、電動なので、先ほどの戻るっていうやりにすると、はい、この作業を終えることができる。それでは180度ですね。
存知に負けたんですけど、こうなりました。すいません。そうそう。最終的にこうなりました。申し訳ありません。はい、まあ16ミリもこういう風に曲げれるんで、当然13ミリも遠ミリもこの作業ができるということですね。はい、途中で止めれる、それから戻せる、そして微調整ができる。工場で曲げ加工した時に、結構そこで現場合わせっていうのも多分あると思いますけど、調整も効くのかなという風に思ってます。はい、次にご紹介するのはですね、コードレス仕上げ釘打ち機 NT3640DA というやつですね。40ミリまでの仕上げ釘が打てる充電式の工具という風になってます。サイズがですね、全長252ミリ、高さがですね270ミリ、バッテリー装着時に重量が 2.5 キロという風になってます。通常これ建築のですね仕上げ釘を打つ時の機械になりますけども、これを型枠で使用するということで、ちょっとご紹介をしてみたいと思います。本格的な建築でも使えるように40ミリっていうのに対応しています、はい、今回ですね、型枠施工の際に年季を止めるのに仕上げ釘打ち機を使うということで、はい、特に現場に電源がありますのでコードレス化をすごく要望された商品ですね。まあ、通常今まではこう面釘を刃まで打っていたと思います。それをですね機械で打ってみようと、しかも充電式ということで、面面25ミリかな、20です、20ミリの発泡面釘です。仕上げ釘打ち機ですね、コードレスになると大変危険なので、電源というボタンがあります。これを入れないと発射できないようになって、もう一つロックがありますので、誤発射しないようにというですね、はい、解除します、はい、釘打ち機ですね、エアーと同じように先端につけてないと打てないようになってます、はい、まあ、ちょっとこういう打ち方しますね。ほうほうほう、ね、音も静かでですね、エアーに近いフィーリングで打てるのが特徴です。なるほど。もともと建築用の仕上げ釘を打つ機械ですけども、タワクのですね面木を施工する際に使えるということで、すごく便利じゃないかなと思います。しかも充電式ということで、先ほどのカットベンダーに続き重宝される機種だと思います。それでは最後にですね、コンクリート打設時に使いますコードレスのコンクリートバイブレーター、こちらの方をご紹介します。サイズ的ですね、気になるのはこのアッセンブリの長さだと思います。これが825ミリ、そして先端部のこの金属部分が187ミリとなっています。で、重量の方が 4.2キロということです。太さがですね28ミリのタイプのフレキタイプになっております。今までバイブレーター2人で作業なんですね、はい、コードが引っかかったりコンクリートに使ったりするので、後ろでこうコードを取る方がいます。それがコードレスだと電源がまずいらないのと、1人でできるっていうのが特徴になります、うん、はい、補助作業員がいらないってことですね。そうです。パワーが2段階で切り替えることができます、はい、コンクリートでですね汚れないようにカバーがあって、はい、パワーの切り替え部分がここにございます、はい、今弱いモードのランプが1つだけ弱モードですね、はい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 、2つ点灯でパワーモードと、はい、ちなみに弱と強の使い方ってどんな使い方があるんですかね、はい、弱はですね、先ほどのコンクリートを流した時に階段の部分とか立ち上げた部分、ここはコンクリート溢れたらいけないので優しく弱い力で回します、はい、強モードはですね広い面積にまんべんなく振動させる時に強モードのハイパワーを使っていただきます、はい、ただかなりパワーあると思います。本当ですね、主にここが振動するんですね、はい、ここはね、はい、コンクリート打設に使うバイブレーターをご紹介しました。というわけでですね、今日はですねこの3機種を同時にご紹介させていただきました。次回も製品紹介していきますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。今日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。